尺宗延大正8年11月1日は、明治、大正期の臨済宗の僧。若瀬国大藩軍高浜村の生まれ。出家前は、一ノ瀬明次郎。号は高額、高学、両学通、深可王。日本人の僧として、初めて、禅を禅として欧米に伝えた禅寺として、よく知られている。1860年1月10日。 現在の福井県大井郡高浜町の農家に生まれた、一ノ瀬小江門の次男で、幼名は常次郎。幼児から春列合法で人に下るということを好まなかった。1870年、10歳の時、一ノ瀬家の親戚筋にあたり、福井県出身である、京都明神寺天主院の古志家守県が帰郷し、古志家の母92歳の祝いを終えて、京都に帰る際、 長男の勧めにより、常次郎は僧侶になるべく古史家守る剣に預けられた。常次郎は古史家守る剣の下で得度した。古史家はその頃、ちょうど天獣院に騒動を開け一重した頃であった。明神寺山内に半若林という学林ができたため、そこに通って、関籍や前籍の素読などを学んだと伝わる。1873年。 県人寺達中の両足院の千葉春外師に月学問と修行に励む。ここで後に県人寺派官長になった武田木来と知り合う。その後木来とは自由となる。しかし1875年に春外師が宣言して県人寺山内の軍玉林での学林生活は終わった。1876年、師匠の古志慶守拳の命令で、 愛媛県八幡浜の大宝寺に行き腰系の奉仕でし、西山の木山について、修行をするが、わずかな日数で挫折して、その後、腰系守る県の許可を得て、滋賀県三井寺の中川大法立志につき、くし論を研究する。この三井寺での弁学中に、当時、坂上新城が住職をしていた、長ぐも寺に一年ほど滞在した。その縁があったこともあり、その後、 釈宗園が臨済州大学第二大学長となった。1877年、再び古史慶守剣の命を受けて、備前岡山の名殺草原寺のギ山マ前来に月修禅することとなった。ギ山マ前来は釈宗園の徳度師匠である古史慶守剣そしてその後円楽寺で変わって師匠となった今北高専の二人の師匠でもあった。 釈宗園が指示した頃、すでに義山前代は76歳の老境であったが、提唱及び参前の指導を受けたのである。1878年、釈宗園は秋に、鎌倉縁学寺の今北高専に参じて修行。それから5年して1883年、師匠の今北高専はついに弟子の釈宗園に、和歌の演前師、力を山岳に用いること久し。 すでにあまりの室内の大事を尽くす、すなわち下を投じて、長時くくの城を新長す。老僧、宿著に勝ち得ず、その意を用いてすなわち照明の意を示すと題した、因果照明の下を送っている。釈宗縁が万二十三歳の時である。1884年、釈宗縁は、鎌倉縁覚寺内にある、宝城と木舟子を祀る、達中寺院。 仏日庵の住職となり、神奈川県横浜市長田にある宝林寺で、前回一覧を提唱した。1885年、慶応義塾に入った。慶応へ行くことに、師匠の今北高専は、反対したが、鳥特案等の助けもあり、なんとか入学した。ここで、福沢諭吉とも緑ができ、信仰は長く続くこととなった。1887年、 慶応義塾別科で学んだ後、当時の正論に行って、仏教の原点を学ぼうとした。当時の正論行きは、文字通りの命がけであった。死の今北高専はこれにも、もう反対したが、山岡哲秀や福沢諭吉等からの助けもあり、正論行きを勧行した。渡航に関して、恩師の福沢諭吉からは、何時道に志す、よろしく正論に渡航して、 源流を遡るべく、志や翻すべからずと進められ、山岡鉄州には、和尚の目は、鋭すぎる、もっと馬鹿にならねばいかんと言われた。そして1887年3月31日に、コロンボにつき、セイロンで、パーリングを学び、総院で修行し、5月7日シャミとして出家し、パンニャーケートの法名をもらい、セイロンのけさに着替え、 1889年10月に帰国した。正論滞在中の1889年に、西南の仏教を観光。その中で、北方仏教と南方仏教という二分法を、東北仏教と西南仏教、さらに正常仏教と大乗仏教と言い換えた。正論、シャム、ビルマ、カンボジアを、正常、シナ、朝鮮、猛虎、満州、脱藩、 チベット等を大乗仏教としている。1889年、帰国後に、長田宝林寺道場において、初めて歯科として、修繕者を指導する。1892年、1月16日師匠の、今北高専の宣言に伴い、釈宗園は、達中仏日安住職を辞して、遠学寺に従し、遠学寺派の高専により、満32歳の若さで、 演学寺派館長並びに演学寺派専門道場司課に就任する。1893年、シカゴ・バンコク博覧会の一環として開催されたバンコク宗教会議に出席することとなった。福沢諭吉の三女も得て、無事に資金も調達して8月に横浜を立ち、十数日の船旅でアメリカはバンクーバーに上陸した。会議は、 9月11日から17日間行われた。釈葬園は2回にわたり演説し、第1回の演説は、仏教の用紙並びに因果法と題して、仏陀の教えの基本は因果の方であると説いた。この釈葬園の演説を聞いた有名な仏教学者、ポール・ケイラスが深く感銘を受けたことが縁となり、釈葬園が帰国した後に、ケイラスは、 英語に堪能なものを派遣してほしいと依頼したので、総援は修行していた孤児の鈴木大説を渡米させ、鈴木大説は、その後、ポール・ケイラスのもとで翻訳等の仕事を手伝うこととなった。1902年、シカゴ・バンコク宗教会議において、通訳を務めた野村洋造の紹介によって、サンフランシスコの家具商ラッセル夫人と、その友人、 ドレッセル夫人等の一行が演学寺を訪ね、山内の聖殿岸に滞在しながら、草園に参戦することとなった。外国人が来日してのこれが、初めての参戦と言われ、帰国するまでの間、一行は、熱心に参戦したという。翌年の1903年には、県庁寺派全派の要請により、官庁を兼務することとなる。さらに1904年には、日露戦争が勃発し、 県庁寺派官庁の資格をもって、第一師団司令部に従属して、満州に従軍布教をなす。1905年、演学寺派官庁職と県庁寺派官庁職を共に、辞して、鎌倉の演学寺派の統計時の住職となる。この時、演学寺派の官庁に就任したのは、総の園の演学寺修行時代の兄弟子である、宮寺集会であった。総園は、以前来日して、 総演に参戦していたラッセル夫人の勧めもあって6月に通訳として鈴木大説、自社として仙崎女芸を伴い再び渡米することとなった。サンフランシスコのラッセル邸に約9ヶ月滞在し、全の指導をすることとなった。その後、ワシントンに行き、ルーズベルト大統領と会見して、鈴木大説の通訳を介して、世界平和について語り合ったと言われる。 そして、アメリカからの帰りには足を伸ばし、ヨーロッパ、アジアを歴訪し、さらに、インドに立ち寄って、翌年の1906年8月に帰国した。その年の11月には、徳富祖法、野田大会、早川幸道らによって、壁限会が結成され多くの名士が、毎月、釈総園の壁限読定賞に聞き入った。1911年、 朝鮮を約1ヶ月巡釈、翌年には満州を巡釈、さらに1913年には台湾を巡釈した。そして翌年の1914年、臨済州大学第二大学長に就任。学長職は1917年に辞職するまで務めた。1916年、演学自保館長に再び選ばれた。この時は、 奉子弟子の古川隆史道を総動詩家に任じて、自らは官庁職のみとした。またその年の10月には、壁元録を考慮したので、壁限界を閉じた。この年の12月9日には、弟子である文豪の夏目漱石の葬儀の同志を引き受けた。戒名も葬宴が授与している。そして1917年には中国を約3ヶ月にわたって巡釈した。 1919年、肺炎のため宣言、横飛ぶき61、61歳、ありがとうございます。